霧島酒造プレゼンツ。今回はきめ細かな霜降りが特徴の宮崎牛、この食材をおつまみに。そこにはさまざまな驚きが。乾杯、つまみっけ。宮崎県宮崎市、実家黒木の店主が黒木博士。宮崎牛の一番の魅力ってどういったところだと思いますか？とにかくうまい。もう他に何も言いようないですね。手間をかけずに焼くだけで美味しく食べれるような肉質ですよね。だからグランプリとか取るんじゃないですか、宮崎牛ってね、うん、それだけやっぱいい肉ですからね。今回宮崎牛を使ったおつまみは何ですか？はい、宮崎牛のすきころです。調理の工程はご覧の通り。まずはじゃがいもを沸騰した湯で茹でて小さくほぐす。続いて肉を焼くのだが、こだわりが。ここにちょっと割り下。割り下？割り下。糸こんにゃくとレタスも割り下で炒める。レタスを、はい、すき焼きを使ったコロッケです。そしてここで簡単調理テクニック。あ、混ぜ合わせて。すき焼きの具とじゃがいもを混ぜ合わせて使うのが、形を取るのにちょっと置かないとこればらけてしまうんですよ。ラップにくるんでちょっと冷蔵庫で2時間ぐらい冷やす。冷蔵庫で冷やしたら食べる分だけカットして小麦粉、溶き卵、パン粉をつけて油で揚げる。アイデアと旨味がたくさん詰まった宮崎牛のすきころ完成。うわ、この宮崎牛が肉厚感がまたしっかりありますね。旨味もまた、旨味がじゃがいもに全部移ってますからね。いや、美味しいです。さすがやっぱり宮崎牛ですよ。ああ、このすき焼きの甘辛い味わいと焼酎のキレのいい甘みが合いますね。宮崎牛のすきころはこの焼酎で乾杯。